さあ始まりました。勝手に WJBL ニュース。今回は4月29日の月曜日に公示された自由契約リストについて見ていきたいと思います。動向については動画を作成している段階で分かっている範囲で載せています。私自身が把握できていないだけで発表されているものもあるかもしれませんが、そのあたりはご了承ください。ということで4月29日に公示された選手を見ていきます。富士通から1名が公示され、中村ユニカ選手。デンソーから5名が公示され、マオリ・エブリン選手、田島ユキナ選手、渡部ユリナ選手、三口まつり選手、永田萌え選手。エニオスから1名が公示され、渡嘉敷ラム選手。アイシンから1名が公示され、ミネハル・ジュネ選手。以上の8名が29日に公示された選手です。そして今回は自由契約リストから抹消された選手がいます。抹消ということは移籍か残留が成立したことを意味しますが、その選手は、軸丸ひかる選手。東京羽田との再契約が成立し、残留が決定しました。以上の選手が今回自由契約リストから抹消された選手です。今回はファイナルまで出ていたチームからも公示されましたが、今回も衝撃的な名前があるなど注目を集めていたと思います。今回の画像にはありませんが、アイシンは以前自由契約リストに公示されていた8名の選手の対談が発表されるなど、衝撃的な内容となっていますし、各チームの主力級の動向も注目を集めています。また先週、三井住友銀行が W リーグに新規参入することが発表され、2025-2026 年シーズンから新たに加わることになりました。この参入でまた違った動きが出てくる可能性もあります。韓国のリーグも含めて今までと違ったシーズンオフになると思いますし、今後の動きが注目されます。そして今年度初めての自由契約リストの抹消がありました。東京羽田としては樺島選手の引退でポイントガードが本橋選手のみという状況だったので、軸丸選手の残留はチームとしても非常に大きいですし、ある意味では一番の補強となった形にもなると思います。軸丸選手としても怪我に苦しんだシーズンでしたが、新シーズンではどんな活躍を見せてくれるのか注目されます。それでは最後に、先週 FIBA 3x3 バスケットボールユニバーサリティオリンピック予選2の大会登録メンバーが発表されました。メンバーは次のようになっていますが、大学からは江村選手が選ばれ、その他はエニオスから3名、トヨタ自動車から1名、デンソーから1名が選ばれています。攻撃力の高いガード、そして機動力のあるメンバーを中心に選ばれていて、高さの面では不利な部分があると思いますが、スピード、シュート力、そしてチーム力をベースに戦っていくことが予想されます。最終的にはこの6名から大会に出場する4名が5月2日に承認される流れになっています。今回の大会は優勝するとパリオリンピック出場権を獲得できる重要な大会となっています。今大会は5月3日から宇都宮で行われ、パリオリンピックをかけて戦われます。同時期に W リーグのオールスターもありますが、3x3 の日本代表の戦いにもぜひ注目してください。それでは今回はこの辺りで終わろうと思います。動画を見ていただきありがとうございました。次回以降の勝手に WJBL ニュースもよろしくお願いします。